篠原直幸2月8日体は日本の元財務官僚。全国際通貨基金副専務理事。山梨県出身。1975年に大倉賞入賞2007年から2年間、渡辺広氏の公認として財務官を務めた。財務省体官の後、2010年から5年間、IMF 副専務理事。2015年7月。 東京大学政策ビジョン研究センター教授。字に不愛想とも取れる面持ちで黙々と目の前の仕事をこなしていくうちについたあだ名が眠り教師郎だ。1997年7月には途上国担当の課長としてタイのバーツ危機を経験した。財務官時代は危機対応に追われた2年間だった。その間、日本の金融当局の代表として 国際的な財政、金融政策の協調に向けた、折衝の最前線に立った。IMF の資金基盤の拡充や、チェンマイイニシアティブの強化などに貢献した。2014年の消費税率8%引上げについて、大変結構で、G20 でも歓迎されると評価している。2010年3月、世界金融危機の最中に就任した下原氏は、 IMF の資金基盤を5000億ドル以上拡充するという取り組みに貢献した。また、IMF の融資制度の広範な改革の責任者としても手腕を発揮した。ラガルド専務理事は、篠原氏は、その優れた能力と鋭い洞察力を持って、IMF の危機対応に尽力し、そして総合的に我々のグローバルな加盟国との関係強化に貢献した。 我々すべてから退任が惜しまれる存在であると述べた。坂木原英介氏や日銀総裁の黒田春彦氏ら、前任者に比べ、慎重で派手さを嫌う財務官だった。淡々とした筆致で、次の危機に際し、教訓となり得る、交渉の舞台裏を書き連ねた。2009年2月14日、中川正一財務大臣兼金融担当大臣の、 ローマで行われた G7 の財務大臣中央銀行総裁会議後の盲ろう記者会見時に同席敷いていた。ありがとうございます。